上将、東将ら5人の一族郎党合わせて700人余りを捕らえました。比例消したとはいえ、劉備と馬頭がまだ生きておる。殺さねば。馬頭は大勢の軍勢が西陵におりますゆえ、ねぎらいの所感でおびき寄せ討ち取るのが策かと思います。劉備は兵を整えておりますが、掌握しきっておりません。さすれば今この時こそ絶好の機会と。よし、これより20万の兵を率いて一気に徐州を攻める。見ておれ。冬が去り、春も近づき、雪も溶け始めた。戦の時期だ。なんとか袁紹殿に出兵を説得して、一刻も早く徐州に戻ってきてくれ。はは。もしもの時にはそちの知恵がいる。劉備様は可否と勝敗をもって挟み撃ちにしようとお考えでしょうが、地理的にもかけ離れているゆえ、万が一の時は。それ以上申すな。劉備様、曹操は策略家ゆえ、万が一の時は慎重にご対処。案ずることはない。くれぐれもお気をつけを。袁紹様、曹操は大軍を率いて徐州に向かい、巨都は手薄になっております。この機に義兵を起こし巨都を攻めれば、天子様を守り、国の民を救え、さらには劉備殿の助けとなります。袁紹殿。玄徳殿には援軍はまたの機会にとお伝えくだされ。袁紹殿、お考え直しを。そうじゃな、戻って玄徳殿によろしくお伝えくだされ。
万一の時は我が元へ身を寄せるようにと、その時は必ずやお力添えするとな。こんな時雲長がいれば相談もできるのだが。心配は無用だ。曹操の軍勢は遠征で疲れているから、そこを攻めれば必ず勝てる。分はある。任せてくれ。武勇だけの男かと思っていたが、先頃は良策を用いて流体を生け捕りにし、今日は兵法の指南もいたすのか。ではすぐ支度にかかり、今夜奇襲をかける。よくと待て。今宵の戦には私も一緒に参ろう。はあ、劉備様、今回の曹操の徐州攻めは今までとは勢いが違います。ことがことだ。そなたは早く徐州へ戻るのだ。はあ、それではこれにて。尊敬。徐州へ戻ったらすぐ可否に人をやり、雲長に知らせてくれ。ことが重大ですので、この孫権自ら参ります。くれぐれも曹操の軍勢に気をつけるよう伝えるのだぞ。